Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. For skeptical people, this is an UFO. Some people say that verification of existence of UFOs is impossible since UFOs are kind of phenomena about which we are unable to verify. Is that so? ヒロシ・ハヤシ would like to make an attempt to challenge those skeptical people and would like to verify the existence of UFOs here in this video.UFO の検証は不可能と言われています。本当にそうでしょうか検証できないのはそれだけの検証能力というより検証しようという熱意と意欲がないからだけではないでしょうか UFO の話を聞くとあれこれ理由をつけてはそれを否定する人は多いですね。そういう人たちを総称して会議主義者と言います。信じられないというよりは信じたくないのです。そうした心のブレーキが働いてそれを否定しようとします。が問題はそういう人たちにあるのではなく UFO を 目撃した人た人ちにあります私たちは見た見たというだけでそれを検証し相手の人に伝える努力を怠っています。もっと言えば検証しようともしない行動もしない第一検証の仕方を知りません。で相手の人たちは見ていないのですから信じろと言っても無理です。林博史は UFO の検証に このビデオを通して挑戦してみます。最近の目撃事件をテーマにそれを考えてみます。 で、今、皆さんにご覧いただいているのは、去る2015年5月29日に、口の選ぶ島の火山が爆発した時の様子です。そこにはこのような UFO が映り込んでいました。この UFO で注意していただきたいのは、真直線的に飛んでいるということ、そして時々、ポッポッとなって言いますかね、尾を引いている点です。まあ、これについてですね、鳥説、飛行機説、ヘリコプター説、風船説、それからドローン説まであります。 で、これは2013年の11月24日にジェレミー・トーマスといて方が天体でですね、望遠鏡を使って天体を観測中に偶然捉えた UFO の動画です。下の方へ動いていくのは、これは地球が動いているためと考えられます。で、このジェレミー・トーマスといて方が撮った動画で注意していただきたいのは、ゆっくりと回転しているということですね。 この回転速度を上げますと、ひらひら感が生まれますね。で、これは鳥かというと、鳥ではありませんね。飛行機かというと、飛行機のはずがありませんね。もちろんヘリコプターでもありません。というふうに、消去法的に考えていくわけです。風船ではありませんね。もちろんドローンではありません。あるいは、画像のエラーによるものでもありませんね。 というふうにして考えていきますと、これは UFO ということになりますが、それだけではないんですね。もう一度これを見てください。ゆっくりと回転しています。まっすぐ飛んでるわけではありませんね。この回転速度を上げますと、ひらひらとした感じが生まれるのではないでしょうか。つまり、口の選ぶ島の、まあ、火山の前を区切った UFO はですね、まあ、こういう形で鳥とも見えなくはないということで、鳥説が生まれたのだと私は考えています。 拡大してますあこれだけでは形がよく分かりませんがというのは光の集合体のようにも見えるわけですね。そこで先の口の選ぶ島をですね飛んでいく UFO と比較しています左がジェレミー・トーマス氏が偶然捉えた UFO の像です。 やはり回転している。まあ、左の方はね、回転速度が遅いから、ひらひら感はそれほど強くありませんけれども、もっと早く回転すれば、ひらひら感が生まれると思います。ということは、右の、えー、口の選ぶ島の火山の前を横切った UFO は鳥ではないということですね。回転しているがために、ひらひらと見えると。それで、5月3日、2015年の5月3日、横浜の港未来の上で撮影された UFO です。 2倍スローにしてみます。この線に沿って飛んでいきますから皆さん注意してください。見えましたね。もう一度やってみます。今度は3倍スローにしてみます。矢印のところから飛んでいきます。そして今度は10倍です。 まあ、こうしてみますとですね、もちろん飛行機でもない、ヘリコプターでもない、鳥でもない、風船でもない、ドローンでもない、残るは、まあ、いわゆるインターレース説ですね。いわゆる画像、まあ、飛翔体が早く飛んでいるために画像が分解するってわけですが、それほども早くはないんですね。中途半端と言いますか。あのー、これがまあ、右の方がですね、元のまあ画像から山本信子さんが、あのー、 静止画に起こしてくださったものですこれがその物体なんですけども、まあ、果たしてこれが鳥なのか、まあ、鳥には見えませんね。仮に1個であるとしてならば球体の UFO ということになりますが、まあ、2個か1個か、まあ、どちらでも UFO ということには間違いないわけです。ヘリコプターでもありませんね。そして風船でもありませんね。 ま、確かにあの進行方向の方からこれは物体を飛んできてきますけれども速度が速すぎます。もちろんドローンでもない。そうしますとインターレース説がここで生まれてくるわけです。いわゆるまあ、画像処理の段階ですね。二つに分けるわけです。インターレースというのはどういうのかと言いますと、被写体をですね、まず二つに分けるわけですね。操作点、操作線を入れて分けるわけです。そういう意合成するわけです。最初から一つに取るのをプログレッシブ方式と言います。まあ、これインターレースによってこういうものが生まれたと。 で、この場合はインターレースでは、あの、きちんと等間隔に、あの、画像が分かれるみたいですね。まあ、しかし、右の方はよく見ていただくと分かりますように、あの、ラインと太さが違いますね。いわゆる画像の分解ではないということです。これはランスケさんが届けてくださったんですけども、ストップモーションにしてみますと、このように、まあ、あの、ピンポン玉が飛んでる途中では、横のしましまが入りますから、この横のしましま線を捉えて、インターレースだというふうに考える人もいらっしゃるみたいですね。 で120分の1にしますと、こういうふうに、この程度ではまだあの空中では、なんていすか、画像が2つになりませんね。で、50分の1秒にしますと、このように画像がだん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 ぶれてくるわけです。で、25分の1、普通のビデオカメラのまあ速度、分解能力ですね。で、やりますと、こういうふうに2つに分かれる。 しかし、拡大しますと、このように見えるわけでして、その、なんて言いますか、連続性があるわけですね。ベタっとした感じになるわけですね。で、これと、横浜の上空で撮られた UFO の写真と比べていただきますと、明らかに違うということです。真ん中でくびれて線が入ってますね。インターレースの場合は、速度、シャッタースピードにもよりますけども、あの入りませんね。 まあ、ご覧ください。そしてさらに、えー、シャッタースピードを落としますとまずか、落としますと、このように今度は完全にブレてしまうというわけです。なあち私はこれはインターレースゴーストではないと判断いたしました。ランスケさんどうもありがとうございました。で、これが、ジェルミー・トーマス氏が、え、天体望遠鏡で捉えた UFO です。で、これと横浜の上空に現れた UFO と比較しています。 で、ここで奇妙なことに気がつくわけですね。この横のラインがですね、シマシマが同じ4本ずつだということです。これは後でお見せします。あの、アポロ11号が捉えたあ UFO も、はっきりはしませんけども、4本と見ていい画像があります。で、上と下になんか、何かしらね、こう、蓋のようなものがついているということです。で、これは5月2日、チリのカルブコ火山で、えー、撮影された UFO です。 と,ところどころでストップモーションにしていますから注意深くご覧ください。で、これはそれほど早い,い動き方をしてませんね。まあ、ホバリングっていう状態です。が、静止画にしていますと、やはり2個の球体用の、まあ、UFO がくっついているのがわかります。まあ、こうして連続,連続性を持ってですね、検証していくわけです。見た、見たというだけではなくて、過去に私たちが持っている資料を照らし合わせて、こうして UFO の存在を、まあ、なんて言いますか、検証していくということですね。 それが私のやり方です。それで、まあ、ズーム、カメラを引きますと、このように、まあ、見えなくなるで。アップしますと、こういうふうに、まあ、見えてくるわけですね。で、やはり2個。あの、相手の方はですね、この UFO はやっぱり回転してるんでしょうかね。1個になったり2個になったりしますが、これはカメラの繰り返しますけど、プレイではありません。もちろん、インターレースでもありません。ということを確認してくださいね。 でかなり高度を飛んでますから、これが、まあ、ドローンであるということはもうあのその、そのような書き,書き込みをなさってくださった方もいらっしゃいますけれども、ドローン説はこれで吹っ飛んでしまいますね。で、検証してみますと、今、このカルブコの火山であの撮影されたこ,れをこの UFO は鳥ではありませんね。 飛行機ではありません。だいたいこの辺り行きますともう火山灰が飛んできますから大変危険ですね。ヘリコプターにしてもそうです。それから風船ではありませんね。動きが、まあ、ないことはないわけですね。そしてもちろんドローンでもない。で、これはもちろんインターレースではありませんね。ピンポン玉のような動き方をしているわけではありません。で、もう一度オリジナルのまあ動画を見ていただきます。こちらの方はストップモーションを入れてませんから皆さん自身で まあ、なってますか、判断していただくということですよね。これはフェイクかフェイクじゃないかということですけども、ここまではフェイクではできませんね。あの、そして消え,ます消えたというかねあの、引きますとこのように消えるわけですね。まあ会議、会議派、スケプティカルな人たちはこれをフェイクだと言うでしょうね。それで、次の、今度は、 アポロ十ュ号のオルドリンがあ目撃してそれをカメラにされた収めた UFO ですあ。そこで見たものは見たとオルドリンもそう言っています。3倍、これはスローです。ブレが激していというのは当時は、ね、まだあビデオカメラもデジタルカメラもない時代でした。で、これをオルドリンは 何かと、まあ、指令センターに連絡して、ミッションコントロールにせん連絡してるわけです。これは鳥ではありませんね、宇宙ですから。もちろん飛行機でもありません。ヘリコプターでもありませんね。風船でもありませんね。地上であれば風船説が生まれたと思います。もちろん、ドローンは1969年にはまだありませんでした。もちろん、とこれはね、あのいわゆるそのフィルムカメラで撮った写真ですから、インターレースでは ありませんでもう一度見てください。これがオリジナルの速さの動画です。バズ・オルドリンが撮った動画ということになります。かなり至近距離にあるということですね。そして、にこの球体用の UFO がくっついているということです。まあ、それについてですね、アメリカではドクターの肩書きを持つ方が堂々とそれについて論じています。もう一度お聞きください。 Flying object, but such objects were not uncommon. the object reported by the Apollo 11 crew, it was obviously an unidentified flying object, but such objects were not uncommon. で、これが5月3日に横浜の上空で撮られた UFO。下が2013年の11月24日に撮られた UFO。そして左、内場上が鹿児島の口の選ぶ地ジで撮られた UFO ですね。そして今日は紹介しませんけど、ワシントン地域で撮られた UFO も2個ずつの球体になっています。そして下がチリのカラブコ山の 火山の爆発の時にに捉えた UFO です。こうして並べてみますと、連続性がある、それぞれが別々の場所で全くそれぞれを知らない状態で捉えた UFO であるという点で、これらは皆、UFO ということになるわけです。そこで、えー、天野晴彦さんが、えー、月2月20日でしたかね、捉、えー、えました UFO の写真をこれから皆さんに紹介します。これは何かということですね。これぞまさしく UFO ということになるわけです。 で、これについてですね、風船だというふうに主張なさっている方もいらっしゃいますが、まあ、そういった形で、自分の心に、まあ、蓋をかけると言いますか、ブレーキをかけると言いますか、まあ、心を塞いでしまうわけですね。そして、それ以上、なんて言いますか、思考していかないということですね。まあ、それを認めますと、自己崩壊につながりますからね。今までの自分の価値観が全部崩れてしまうということになるわけです。ですこれも、消去法で考えていきます。これは鳥か。明らかに鳥ではありませんね。 これは飛行機か。これはヘリコプターかってことになるわけですけどもね。で、これ風船かという説もあったわけです。今日はこの風船ではないということをこの後証明いたします。もちろんドローンでもありませんし、これは画像のエラーでもないということですね。で、風船説についてですね、これからゆっくりと精査していますので、興味のある方はご覧ください。Thank you and bye for now. Hello, this is Haruhiko Amano and Hiroshima, a s Shizuoka h i Prefecture, Japan.This is an UFO.Ladies and gentlemen, this is an UFO. まず皆さんに日本の動画を見ていただきます。1本目は、ブラジル上空に現れた UFO です。 まあ、当初、私はこの動画を見たときにですね、まあ、大変本物っぽいと言いますか、ノ、no、ーであるという結論を出せませんでした。で、こういう場合、頭の中で綱引きが始まるわけですね。イエスか、イエスでないのか、ノ、no、ーか、ノ、no、ーでないのか、そして、 その綱引きの中でイエスが強くなり、ノーでない。という、ここですね。ここで今、あの、小さなって言いますか、まあ、その紐のところが分かれてですね、分離していくのが、皆さん見えましたかここなんですね。で、このタイプの UFO は、 私はこれ以前に見たことがありませんでした。で、まあ、いわゆる上が母船だとするならば、下は何て言いますかね、シャトル UFO ということになるのでしょうか。まあ、ともかくも下の小さい UFO がですね、分離して下へ落ちていったわけであります。で、今度は2014年の7月に ポーランド沖のバルチック海で目撃された UFO です。これがそれなんですね。で、これは、まあ、くの字型に変態を組んでるのかなと思ったんですけども、どうもそうでもないみたいですね。よく、って言いますか、中深くご覧ください。同じように下に落下していくのがわかりますか。で、あの、 今あの、これはもともとは2倍速のビデオだったんですけども、ノーマルスピードにしました。今、下に落ちてきましたね。で、このいわゆる、まあ、上が母船であるとするならば、下へ、まあ、その、シャトル UFO が、まあ、落ちていくと、そういう感じなんですね。また落ちていきますね。で、これは照明弾なのかという、まあ、なんていすか、疑問もあるわけです。 まあ、照明弾、これはあのバルチック海の、その、取られたこの UFO はですね、照明弾の可能性もあると。ということで、このブラジルの UFO らしきもの、そしてポーランドの UFO らしきものと、UFO らしきものと、まあ、2つ並べて見てもですね、結論が出なかったんですね。これは何なのか、いたずらなのか、照明弾なのか。ということで迷っていたんですけども、 今回、静岡市在住の天野春彦さんが決定的な写真を送ってくださいました、まあ。どこが決定的かと言いますとですね、まず第一に、この写真の出所が確かであるということですね。私は天野さんを個人的に知っています。二度会いましたけれども、極めてって言いますか、誠実な方です。保証します。で、その方がですね、こうして UFO の写真を撮って送ってくださいました。で、この写真は間違いないと。で、検証してみます。で、今これ左上がブラジルの UFO です。左下がポーランドでまあ目撃された UFO です。そして右が今回、天野さんが送ってくださった UFO の アマノさん自身が目撃し、アマノさん自身が撮影に成功なさいました UFO の写真ですね。で、この3社を比べてみますと、言いますか、左2社の間を埋めてくれたのが、今回のアマノさんの写真ということになります。上の、左上の写真とアマノさんの写真。それから、左上の動画と、下のポーランドの動画。まあ て言いますか小型のシャトル UFO が共に落下していく。という点で共通性が見られます。でこれらを3つ足して3で割りますとまさしくこれら3者は UFO であるという結論になります。 逆にこれらが UFO でないという方が無理だということですね。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much and bye for now.Hallo, this is Haruhiko Amano and h i r o s h i y s h i Japan, and UFO over Shizuoka City, Japan. 天野晴彦さんが UFO の写真を送ってくださいました。2015年の2月20日に静岡市のやや北寄りにあります清水山での公園から撮られた写真です。この UFO の写真は超一級の UFO 写真ということになります。これは 超一級です。その理由はですね、これから皆さんに説明することにして、まずこの、まあ、写真を見てください。カラーです。そしてこの、まあ、楕円形の物体の下に紐のようなものがついていますね。これは少し前、ドイツでも同じものが目撃されています。が、これと同じものがですね、2014年の1月にブラジルで現れています。 天野さんは経験なクリスチャンですし私も二度会って話をしたことがありますで、この写真とですねブラジルで現れた UFO の写真と比べてみます右が2014年の1月24日にブラジルで現れた UFO です左が天野さんが今回撮影に成功なさった ufo の写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんお気づきになると思います。円形部分があって、そして。上部にですね。丸いできますか？四角いっぽいものがついていると、そしてそれがまあ、このなぜこの天野さんの写真がですね。大変希少かと言いますとですね。ブラジルの写真で撮られた写真だけでは？ 形がよくわからないんですね。が、これで天野さんが撮られた写真と、まあ、あの照,合照合してみますと、形がより、まあ、鮮明になったといいますか、それが分かったわけです。まあ、こういう UFO なんですね。で、色も、 分かると言いますか模様がやや変わっていく,のいくい、まあ、変わったという感じがしますねそしてこの UFO の下にはですね紐状のようなものがぶら下がっていてこれがまた一つずつ離れていくんですねその様子を捉えたのが次のビデオですこれは今言いました1月24日に、まあ、ちょうど去年ですね1年前に ブラジルに現れた UFO です、す。これはスカイ・ウォッチャーズという、まあ、ブラジルといってもですね、大変信頼性の受ける、まあ、サイトですね、サイトといいますか、団体がまあ、紹介している UFO です。上部がこうピカピカ光っている、やや四角っぽいということですね。そして、円形部。 まあ、このブラジルのこの写真だけ見ますと2つの絵がくっついているように見えますけども、今回天野さんが送ってくださった写真と照合しますとですね。まあこれに全体として一体化しているわけです。そして、そのピカピカ光っている。その周りがどうやら窓ということも分かってきましたね。天野さん天野春彦さん、これは大変なあの。今回送っていただいたのは大変な写真だと思いますよ。あの全世界のですね。まあ、ufo ウォッチャー研究家がですね。注目する写真だと。 確信していますでこれ今見ていただいたのがブラジルに現れた UFO ですけどもそのビデオはこの後につなげておきます。ということでブラジルに現れた UFO と同じものが静岡市でも現れたということです。またこれと同じものがですねドイツでも 去年の終わりごとですね、現れましたね。でまあ、それいいんですけど、写真がちょっと手に入りません。ここでは入あの紹介できませんが、左がですね、1994年、今から20年ほど前にですね、あの、イギリスのビショップ・キャンニングというところで、に現れたクロップサークルです。で、形が大変よく似てるっていうふうに、あの、まあ、騒がれています。確かに似てるんですね。 ということも含めまして、今回、天野さんがですねこの写真を送ってくださったわけですけども、こうした、まあ、今まで謎の物体というふうに考えられがちだった、まあ、ブラジルの UFO、それから UK のクロップサークとの、まあ、一連性と言いますか、一貫性が分かりました。続くビデオをどうかご覧ください。Hello. This is Hiroshi Hayashi Hama City Japan and Taka Tubestone and S. Morimoto. Something is happening. UFOs witnessed in the world January 2014. In Japanese, 2014年に入ってから世界で UFO の目撃例が相次いで報告されています。 最初はあの制都ですね中国のチェンドゥで UFO が空港に現れて飛行機がですね一時全便と言いますか発着陸を停止したというニュースが入りましたで続いて今度はここに紹介してますように毎日新聞がですねブレメンの上空に UFO が現れたとでそれがまあ午後6時から9時まで ずっと、まあ、あの現れていたわけですねかなりの数の、えー、人たちによって目撃されたと思われます。でヘリコプターも出てそしてその追跡したんですけども正体は分からずということなんですね。これがあブレメンの1月7日にあの目撃されたあ UFO です。まあ いろいろと疑ってはみるんですけどもね、あのー、誰かがいたずでヘリコプターで吊り下げたんじゃないのかなとかね、タコじゃないのかなとか気球じゃないのかなっていうふうに疑っていますけども、どうもそうでもないみたいですね。わかりません。まあ、we are an un undentified flying object となるわけですね。未確認飛行物体ということになるわけです。まあ、強力な光を発して,発していたということです。そしてこれはゆっくりブレメンの市内の方へ移動していったというふうにまあ、 あの報告されていますで問題はですね、こうした UFO がですね、まあ、堂々と姿を現すようになったとっいうところに、まあ、私はあのことなんですね。まあ、私は何かそこに何かこう、別の意図が隠されてるんじゃ,じゃないのかなと思いますね。で、これはあの1月23日、つい先日ですけども、沖縄で目撃された UFO なんですね。で、これに対して、別の別の YouTube の方ではですね、米軍のジェット機の音があの聞こえて、それを追跡,追跡しているようだというようなことも書いてあるのもありました。沖縄の方ですから、あの米軍の飛行機はまあ見慣れているわけですよね。そんな沖縄の方ですらも、あーまあ、こうしてもうもうたくさんの,の YouTube がア,アップロードされているわけですね。その中でも、一番少しこう大きく映ってるの,をあの、 障害させていただきますけどもこの光が増えたり減ったりするんですよねで照明弾じゃないのかなとかあるいはそのどっかの国のねあの、えー、飛,行飛行機じゃないのかなという意見も書き込んでありましたこれはブラジルなんですけどもあのやはりこう何て言いますか頭の部分が半球体になってるような感じがしますねそれにこうなんていうか 尻尾のようなのがついてるんですけども、この尻尾が離れていくんですね、後であとで、まあ、出てきますけども、半球体だろうなと思うんですね。というようなことで、こう、というようなことっていうか、これ以上何もコメントできませんけども、あのこうして堂々とこう出てくるということは、ちょっと怖い気がしますね。怖いというのは、あの別に UFO が怖いということじゃなくて、えーまあ、はっきり言えばエイリアン側の方がですね、 あの人間に対して遠慮しなくなってきたという部分で怖い気がしますね。あのもう自分たちの存在を明らかにこう誇示しているというかあのそういった印象を持ちます。でまあ,あのこの写真をですねあの私なりにこう分析してみましたがあ分析というかあの光の思い出を変えたりして形が出てくるかなと思ったんですけども。あの ちょっと分かりにくいですね。でもう一枚あのクロップサークルですねいわゆるミステリーサークルと同じものがあったミステリーサークルに同じものがあったということでこの紹介されているんですけどもあの確かに似ているとは似ているんですけどもこの右の写真ですねでこれがあのまあ同じように撮ったんですけどももう一回これをあの画像処理してみましたということで1月に入って 全世界でですね、まあ、あの、もう、ユーフォーの目撃量、目例が、報告されています。その中でも信憑性の高いものを、え、三つ選んで、今日は紹介させていただきました。タカさん、チューブソンさん、森本さん、情報提供、どうもありがとうございました。thank you very much for watching and see you next time。bye。hello。 This is、uh, Haruhiko Amano and Hiroshihaya Shihoka Prefecture, Japan. Massive UFOs over Shizuoka, Japan. 静岡に現れた UFO の大群。静岡市にお住まいの天野 Haruhiko さんが UFO の大群を目撃し、その写真撮影に成功なさいました。で、3枚写真を送っていただきました。 まあ、その少し前から、アムノさんは UFO の大群を目撃しておられたわけです。で、29日に写真撮影に成功なさいました。で、この写真がそれなんですね。あの、点々点と白いものが見えますね。まあ、これがあの、UFO の大群というわけですね。まあ、このタイプの UFO は実は世界中で目撃されています。えー、その、まあ、もう一度ちょっと検証してみますけども、 まあ特に私はですね、この中心部に大きい点がありますね。あの大きい点が見えますね。あの中心やや左上ですけども。で、ここをまあ少し拡大してみました。右の下の写真はですね、その翌日、この辺りに見えたという意味での写真なんですね。で、残り3枚、ここに注目してみました。で、これを拡大してみたんですね。 でよくあのこのタイプの UFO はです、ねあの、否定主義者の方はです、ね、まあ、実際そういうのもあるわけですけども、ペリカンの集団がです、ね、あの海の上で乱舞していると、そういうのを見,見間違えたんだというふうに主張なさる方もいらっしゃいますが、この写真を見る限り、これは鳥ではないですね。でしかも、まあ、雲のようにも見えますけども、よく見ますと、まあ、点々がいくつか集合して集まっていると、まあ、UFO の塊、まあ、あの私は UFO だと見ています。 がただ UFO の問題はです、ね、これ以上検証しようがないんですね。雲だといえば雲なんですね。で、探してみましたら、そのちょうど10日前後前、15日前ですか、2週間前ですね、あのバルシック海の上で、あのこんな UFO が目撃され、YouTube にアップロードされていました。2倍速ですから、ちょっとまああの見にくいかもしれませんけども、まあ、似たような UFO を探してみたんですね。で、まあまあ、UFO が UFO じゃないかという、まあ、心の中で綱引きが始まるわけです。 で私はあのこ、このタイプの、U、UFO はあの全世界で今、現れてますから、まあ、UFO であるというふうに、まあ、あのつ,なつながる、強く光りましたのでね、UFO だというふうに、まあ、あの思っています。ていうか、それ以上、検証のし,しようがありませんね。が、しかし、検証、全くできないかというと、そうでもないんですよね。月の上にです、ね、同じような UFO があの現れているんです。 で、これはですね、あの、Google Earth 上で、あの、座標として、あの、表示されてますから、あの、座標として皆さんこの月の上でですね、この UFO の集団をですね、まあ見て、そしてご自身で確認できますので、あの、ぜひ検証してみてください。続くビデオ、661B の方で、それを紹介いたします。UFO であるかないか。 あるいはイエス、まあ、イエスかイエスでないか、ね、ノーかノー,ノーでないかという4つの方向からの繋い引きの中で、まあ、判断するしかないということですね。では続くビデオ、ナンバー661をどうかご覧ください。アマさんどうもありがとうございました。Thank you very much and see you. Bye. In 1965, um, in mid 1965, I was loaned to the Lunar Orbiter Project at NASA on Langley Field. Uh, Dr. Colley was in charge of that project. They had problems with a piece of uh, electronic equipment that was bottlenecking their production of photographs. I went to the facility, and when I walked into the facility, there were scientists from all over the world i was stunned actually to see people at a nasa project uh, from all over the world that didn't make any sense to me initially um, i was taken into the laboratory where the equipment was malfunctioning i couldn't repair it in the dark i asked to have it removed a um, airman second class was in the dark room at that time i was also an airman second class um, i was interested how the whole process functioned how the data got from the lunar orbiter to the laboratory. asked the young man if he described the process to me. He did. About 30 minutes into the process, he said to me, um, in a very distressed way, um, "By the way, we've discovered a base on the backside of the moon." And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, uh, mushroom-shaped buildings, spherical buildings, and towers. And at, at that point, I was very concerned because I knew we were working at compartmentalized security. He had breached security, and I was actually frightened at that moment. And I did not question him any further. And a few moments later, someone did come into the room. Um, I worked there for three more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. <laughs> and here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth. 今皆さんにある、まあ、何て言いますか科学者の暴露といいますか証言をお聞きいただきました1965年にですねでにこの科学者は同じものをですねあの見ていたわけですねで今見ていただいたビデオは第2回の中国の月周回衛星が撮った写真というかビデオのビデオでした でそれからもう49年、まあ、50年経ってるわけですねで50年経って、まあ、初めて、まあ、その当時の科学者が実は私は同じものを見たという形であ,のある研究会で発表したもの発表したわけでありますで50年経ってって言いますか50年前にはですね逆に言いますと反対に言いますとすでに月に基地があるということは分かっていたわけでありますがしかし、まあ、私たち、まあ、いっ 一般人はですね、全くそういうことを知らされることもなく、現在に至っているわけであります。そこでまあ今回ですね、えー、このビデオを作ったんですけども、まあ、私はこのとここのまあ月の、これはこの写真の一部分は、家具屋がね、日本の家具屋が撮ってきた写真を貼り付けたものだそうですけども、そこにですね、チューブストーンさんという方が、あの林さんがね、あの以前、 見たこと、見たという UFO そっくりの形のものがあるということで、この形を、ここの場所を教えてくださいましたで。そこにはですね、確かに90度直角に曲がった点がこのように映っていたわけであります。で、まあ、これはあの何かということなんですけども、あの、はい、ちょうど、ちょうど中,中央に点があって、そして左右に3つずつこう点がついてるんですね。で、まあ、いろんな形で見てみましたが、 確かにクヌージ型、あるいはブーメラン型の UFO のようにも見えるわけです。で、これは何かということなんですけども、まあ、まあ、単純に考えてですね、自然の造形物がこのような直角を作るということは、まあ、まず、ありえ、まあ、ないということは、まあ、全くありえないわけじゃないんでしょうけどもね、偶然にそういうものができることはちゅはあるわけですけども、しかしこれは何かということなんですね、しかもその点がですね、左右に3つずつつついている。 これは明らかに私はこの自然の造形物と考える方が無理があると。要するに、この検証できないものについてはバランスの問題なんですよね。いわゆるそれがそうであるかというそのバランスと、それがそうでないと,いうと言えるのか、そうでないというものなのか、そのバランスの問題なんですね。でこれがまあ自然の造形物なのか、それともまあ明らかにこの人工的な造形物なのかということについては、それはバランスの中で考えるわけですね。 で私はこれはあの自然にできたものではない。すなわち、あのまあ、それは100%は言えませんよ。ターし,し、そのバランスがですね、80%、90%という確率で、まあ、自分の心の中でですね、これはもう自然の造形物だという判断を下しました。そして、これが自然の造形物でない、では何かということになってきますと、私が以前見た UFO ですね、ワイフと二人で見た UFO の形に似ているということで、私は、まあ、これがその、 これもバランスの問題なんですよね。確証はできませんから。そう、同じであると。あるいは同じでないという、そのバランスの中で、まあ、例えばそれが80%、90%の方にですね、同じであるというふうに、このバランスが動いたときに、私はこれはあの,あの時に、あの夜に見た UFO である。あるいはそれに違いない。あるいは、あそ,うそうであると、まあ。断定はできませんがね、この世界では。で、そこでまあこれが岩であると。 というふうに言って教えてくださった方がいらっしゃいましたので、でもう一つその辺りを検証してみましたで。いっぱいそういう点が確かに見つかるんですね。例えばこのクレーターのような中央、中心をよく見てください。この真ん中の部分です。ここにもこの点々点点がついてるんですよね。で、これが岩であると。先ほど見たその直角にまあ並んでいる岩もですあ点々もです、ね、岩であると。 でなぜこんなものが映ってるかってことなんですよね。で、岩なのかなと思ってみたり、そうでないのかな。確かに、あのちょうどその陰影部分の影の部分にこうできやすいというか、映ってるんですよね。で、これが岩であると。岩にしてはその、そなんて言いますか、たくさんあるし、それに、なんて言いますか、あの大きさが均一なんですね、これ。 ですから私はまたそこでバランスを働かせるわけですね。これを岩なのか、岩でないのかということになってくると、どうも岩ではないんじゃないかという結論を出すわけであります。で岩で、まあもちろん即それがね、UFO, の UFO であるとかあの、いわゆるオーバルのね、あの休憩型の UFO であるという結論はそれは出せませんが、しかしこれはみんな月の裏側にあるんですよね。そしてこういうものが映り込んでいるわけなんです。で、皆さんはどう判断なさるかですね。やっぱりこれ岩だと思わ,われるなら岩でしょうし、 言わでないって言うならそう言わでないですし要、要するに多数決の問題、今度はなってくるわけですよね。これ言わでないって方が多ければ、やっぱり言わでないかもしれません。しかし、言わだ、あんま言わだと思う人が多ければ、これ言わかもしれませんが、ともかくも、しかし、この辺りの様子から見ても、より光っているような感じはしますよね。太陽の光線を反射しているだけでは、こういうところに光は出ないでどど。もし出てるなら他の部分もそのような光が出るわけですしね。 岩ならばこんなふうに集まるだろうかという問題も出てくるんですよね。そうすると先ほど私が紹介しました、くの字型のね、あのやチューブストーンさんが教えてくださった、そのくの字型の,あの、なんていうか点々点々としたものがですね、果たして岩なのか岩でないのか、何度もこう自分で反復するんですね。多分皆さんもそうだと思いますよ。岩なのか、岩でないのかってね。これは難しい問題ですね。まあ、本当にこうそば行ってみないとわからないと思うんですけども。 まあねえ何でしょう月ですからね、あのー人工物のも、人工的なものであれば、不足エイディアンという形に結びついていくわけであります。人間がまだここの,この地を踏み荒らしてはいないわけですからね。まあ、ちょっと明るさを変えてみてみるんですけどもね、もう一箇所、まあ、たくさんあるんですよ。とにかく無数にありすぎましてね、もう途中でもうやめたっていうぐらい多いんですよ。もうあまりにも多すぎてね。 そしてこれがちょんちょんとこうなってますから、ややくぼみのところにこう入り込んでいるってところも気になるんですね。これ、わかりますかまあ、少し、こうなんかくぼみがほら、並んでるのわかりますかくぼみが中にちょん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 とある、ないところもあるというわけですね。あたかもそのエイリアの基地のような感じになってるわけです。ここなんかもそうですね。ちょん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 ぼくぼ地が並んでて、その中にちょんちょんと白いものがあるところとないところがあるって感じで、 ありますねでこれが雨粒のように見えるとまあ皆さんは何だと思いますかあるいは何でないと思いますかまあなん <laughs> でないっていのはおかしなんですけどねあの要するにこれが何かっていうことなんですこれなんかはっきりしてますねあのちょっと明暗明度を上げてみますと白い点がはっきりと映ってきますほいで細長いですねあのものによってはてか 部分によってはやや細細長長いいいい丸オーーバののもあるということですねこういうものがね、月の裏側にはもうある地点に集まっているんですけどね、全体にあるならわかるんですけども、ある地点にこういうものが集まってこういうふうにこう写真に写っているわけであります。まあ、月の裏側ですから、まあ、先ほど見せましたビデオでもわかるようにも何があってもおかしくないわけでして、鋭利の基地があるというのはもう今じゃ上司ですね。うん あのもういろんなあのリーク写真と言いますかあの漏れ、NASA から漏れ出た写真がですね、科学者が持って出て、そしてその暴露しているという写真がいっぱいありますからあの、まあ、フェイクもあるしね、もちろんいたずら、ホークス、マーク、ホークス、マーク、あるかもしれませんけども、しかし、それはね、あのこういった写真をね、毎日に何十枚も見てればね、大体見分けがつくんですよ、あのこれにしたものか、本物かっていうのはね。勘じゃなくて、あのなんていうかな。 あの偽物は分かりますね。逆に言うと偽物を作るのにこれだけのものを偽物で作ろうと思ったら大変な努力がいるだろうななんて逆にね思って偽物じゃないんだろうなと思いますね。まあこの距離結構あるんですけどね。えー、455m でしたかね。でここが 95.7m ですね。 まあ、むしろこの不思議なのもクレーターなんですこの辺りにあるクレーターもですね実にこう奇妙なお盆のような形をして浮かび上がってるんですねこれクレーターを上にポコンと浮かび上がってると腕周りが溝が切ってあるんですねこれあの決してあの火山の噴火口のようにかあるいは隕石の跡になってるわけじゃなくて丸い形を残して周りに溝ができてるってことなんです あの普通のクレーターじゃないですね、クレーターならクレーターらしく下がへこんでるわけですから、真ん中中央部がへこんでるわけですから、これもまあ両この、なんて言いますか、ぐるーっとこう削ったというか、あのそんな感じで、大地になってるんですね、これ、大地というか、で特にこのクレーターというか、これはこの大地はおかしなもんですね、この線が、明らかにこう、なんて言いますか、ていうか、また人工的というと言い過ぎかもしれませんけれども、どうしてこんなものは自然できるんだろうかということ、不思議ですね。 まあ皆さんじっくり見て判断してください。そして650号で私がですね、見た、見たものは見たというテーマで、あの1本ビデオを作りました。でそれに対して、えー、あなたの見たのは、それはその UFO という言ロるもんじゃなくて、岩が太陽光線に当たって光ってるだけだよって教えてくださった方もいらっしゃったもんですから、こうしてもう一度自分で検証してみました。皆さんはどのように判断なさるでしょうか まあこれは皆さんの判断の問題になってきますからね私は何とも今の段階で言えません私はこれは普通のものではないとその程度にしか申し上げることはできません Thank you very much for watching and see you again next time Bye